あれ？待って。どこここ？どういう動き方？うるさいなぁ。ねえ、どこここ？あれ？なんで俺こんなとこいんの？知らない。寝起きドッキリですか？え、違うわ。え？いつもお前疑ってくるけど、お前だろドッキリ仕掛けてんの。うわぁ！ねえ！何？なんかいる！うわ！うわ！今回お前たちには猿ゲームに参加してもらう。ゲームルールは以下の通りだ。壊す石像の数は全部に3つで、全て壊せばゲームクリアとなる。猿は突然プレイヤーの前に現れ、攻撃を仕掛けに来る。最後に途中に出されるミッションにクリアできないと、悲惨な死を遂げることになる。もう消えた。ねえ、あの猿やばいよ。俺ら殺されちゃうよ。また前回のあれだ、猿ゲームじゃんこれ。そうだよ。また呼ばれたってこと？え、でもまた来たってことはもうここから抜け出すチャンスじゃん。抜け出せねえかな。あ、かわいいハチさんだ。お前遊んでんじゃねえよ、早く行くぞ。バカバカ、お前この世界で死んだらお前二度と復活できないんだぞ。確かにそうだそうだ。お、うわー、猿ゲーム始まった。来た。やばい、早くしないと。これどっかからかまた出てくるんでしょ、猿。そうだ、気をつけにゃ、ちょっと固まろうよ。気をつけにゃって何？気をつけなきゃ。あ、待って。え、お前くん、うわ、びっくりした。お前くん、あー、生きてるよ。あ、あいつ、あいつ本体だ。え、どこ？上上上、ほんとだ。ちょっと石掘るね。石掘る、もういいよ、もう全部倒した。お前はいいかな。オッケーオッケー、倒した。じゃ今回絶対俺生き延びたいからさ。サンドも前回消防士してるから。そう、なんか落下死とかだったよね。うるさいな。今回マイクラリレーだから俺が絶対に生き残らなきゃいけないんだ。何その理由。よし、頑張るぞ。お前カッコつけようとすんなよ。うるさいな。そうだ、あ、そうひどいひどいし、うざいし、キモいやつ。おー、小村ってこういうやつです。初見の皆さん紹介すんな、うるせえな。初見の皆さん、こういうやつです。ねえ、これさ、普通に木からリンゴとか取れるから、リンゴとかも取っといた方がいいんじゃないの。あ、そうだね、ジャッキとかたくさん取っとこうかな。食料な、怖いな。よし、全部これは食料手に入れてやる。ちょっとうるさい。なにこれ、なにこれ。小さな猿を見つけ出せって書いてなかった？倒せって。え、しかも残り時間めちゃ進んでるよ。なになになに、小さな猿って何？わかんないわかんない。あ、ここにいるじゃん、この赤ホザルが。痛い。ちょっと待って、斧は斧で殴ったらダメダメダメ、斧で殴ったらダメ。ちょっとユンちゃん、こっち側一緒に行こう。反対側見るね。ちょっとで、もう3分の1切れてんじゃん。やばい、急げ。ちょっと待って、どこにいるの。どんぐらいの範囲なんだろう今回。あ、待って、石像1個見つけた。え、ナイス。石像ナイスナイスナイス、あと2つだ。ねえ、てか待って、村あるよ村。ナイス。小さい猿ってどれ。え、待って、なんだこれ。え、見つけた。いや違う、チェストじゃなくて宝箱がある。お、待って、飯めっちゃ入ってる。山入ってる。ほんとに夢入ってたわ。そう、もうないよ。やばい、マジやばい。いった。え、どこある。飯。飯、ちょっと待って。あ、待って、見つけた。いたー。待って、めっちゃモヤモヤしてるやつ、やばい。ちょっと待って、ユンちゃん。本当だ、いる。ユンちゃん、ちょっと周りに敵やばいから、ちょっと手伝って。え、さ、こいつか。てか、え、ミに倒し。これか。倒した。あ、ナイス。あ、ナイス。やったー。よかったー。まだ食料ゲットしたよ、多分。ニクネめっちゃ持ってる。正規10個手に入った。危ねー。でもこれ10個じゃ足んねーぐらいだよ。ね、待って、これ何？何が？わーお！いや、何？なんか石の中の檻みたいな、あのあれがあった。あれがあれがあれがじゃわかんねーんでね。あれな。あれ本物？ん？本物だ。ね、なんか待って、なんかエンドがあるよ。エンドがあるって今原子じゃん、だって。おお、音や。違う、なんかエンドあるよ。あ、ほんとだ、見えた。え、どこ。ちょっと一旦さ、ちょっと 村集合しようよ。うん、ちょっと村行く。てか、ゼル君、サンドは？サンドは知らん、置いてきた。絶対死ぬやん、あんなん。どこサンド？サンド。えぇーじゃねえよ。ね、なんか次、ネザーに来たんだけど。は？このワールドは平原、ネザー、エンドが存在しており、その大きさは全体で 750×750 マス。この中で猿の石像を探さなければならない。さらに石像が地上にあるとも限らない。
ほら、ねえ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 、こっちにもさ、石像あんのかな。ねえ、サンドさん、右、ほら、うっすら。要塞？要塞だ。あん中にあったりしないかな、石像。あ、確かに。あ、なに？サンド始まった。サンドスポナーを壊せ。サルのスポナーはネザー要塞に3つ存在する。違う、サンド、何？見て、そこの正面の上とか見て。あ、なんか光ってる。そう、光ってる。オッケーオッケー。いや、待って、サンド、後ろにも普通に敵いるわ。ホグリンとかいたし。大丈夫、最悪上登っていけばいいだけだから。何あいつは。何なんか地獄の猿みたいなのいるんだけど。あ、待って、ある、待って、やばい、こいつかブレイズじゃない、こいつ。いや、やってることはブレイズだけど。倒せ、え、キモいブレイズ猿だ。ちょ、サンド、こっちやばい、敵の方が倒せじゃない。あっつ、やばい。普通に待って、逃げていいよ。まずい、普通に燃えて。いや、壊す。いいよ、ちょ、俺弓打つわ。ナイス。スポナー一つ壊したって出てた。あ、でも場所わかるから、ゼル君行くぞ。オッケー、ちょっと俺倒しとくよ、こいつ。よし、ラスト倒した。本当だ、本当だ。行こう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 。ちょっと大丈夫、気をつけてね。そんなんで死ぬなよ。シュッと。おー、怖い。お前怖いよ。シュッと。シュッと。キャンド、待って、先ほど私たち行けないから。何ねえ、お前ほんと強調性ねえな。こっちから行けるこっちから行けるか。え、待って、サルめちゃ出てきてる。は？やばい、落とせ。よし、うん、この上だ。よし、壊せ。ナイス。え、これだ、待って、なにダメージ受けた。なに？あ、痛い。え、壊すよ。はい。よし。痛い。オッケー。違う、夏ダメージ受けてる。逃げろ。トニー、何のダメージ今の？あ、透明の猿ってこと？そんなことある？でもこれ一つスポナー壊したからさ、あと何個かな。もう一つぐらいあるのかな。いや、まだあった。あ、あっちにある、でも時間まあ余裕あるな。あと半分あるわ。オッケーオッケー。待って、奥なんかいるよ。え、何？また猿がいる。猿だ。猿か。あ、また出てきた。何あいつ、なんだ。うん、やつめっちゃ強くね。やばい。あぶれ、待ってるよ。気をつけろ。待って、味方敵関わらず殴ってきてんだけど。いやで、弓で攻撃しめるよ。あ、めっちゃ来てるじゃん。おい、ちょっと、ゆうちゃん危ない。え、大丈夫？お前大丈夫？よーし、ナイス、そうだ。バカが、うい、大丈夫？よーし、待って、気をつけて。うわー、めっちゃ出てきた。待って、とんでもない量出てきてんじゃん。ちょ、待って、マジで早く行こう。ね、ちょっと誰かさ、上から。そっち、おびき寄せといて。じゃあ俺戦っとくよ。ゆうちゃん大丈夫？怖い。ゆうちゃんすごい襲われてる。痛っ。やばい、こいつ攻撃一発が痛すぎる。え、じゃあ俺一気におとりになるからさ。壊してもさ。ね、待って、めっちゃ群がってない？待って、これターゲット撃つと痛い。ちょ、入れない。ちょっとこっち無理、もう進めない俺。大丈夫？どうしよう。ちょ、待って、やばいよ。ちょっと待って、これやばい。待って、やばい、待って、枕を吹いてるぞ。やばい、こんなバカが。バカ、オープン。うわっ、オープン。待って、ザル君、行くよ。アップだ、あいつ猿。こする。こした。やばい。ナイス。逃げろ。金リンゴと鉄。逃げろ。獲得。本当だ、金リンゴゲット。やろうぜ。え、全然ないよ。そう。石像見つけないと。手分けして探す？また。え、待って。え、ネザーから離れなくてもいいんじゃないの？そうだね。ネザーの中にあるかもしんないじゃん。でもエンドもあるかもよ。じゃあエンドチームとネザーチームに分かれよ。じゃあどっち行きたい？サンドたち。エンド。じゃあいいよ、行ってこいよ。俺じゃあゼアルと一緒に行くわ。あー、オッケー、ネザー行くわ。じゃあ、あるかな。すみません、早速はぐれました。ねえ、サンド先に歩いてかないね。待って、みんな。ねえ、あれ石像じゃない？あったわ、石像。嘘、あったの？あった。で、今日じゃあいいよ。ほい、ナイス。あと一個だ。オッケー、余裕か。いいぞ。石像を探しますか。おう、エンドシティあるよ、サンド、左側。あ、あん中にあるんじゃない？絶対あそこにあるよ。エンドシティもあんのか。ここら辺にあるかな。ね、だいぶ上の方来たんだけど、マジで怖いんだけど。あ、これか。え？あ？空中忘れ、あ、あれだ。前回もあったよね。あ、マジで？エンドシティの上にある。うーわ、怖っ。めっちゃ猿いるんだけど。え、猿もいんの？あ、待って、え、めっちゃあるじゃん、宝箱に。待って、見たい。え、待って、ダイヤのチェストプレートとかある。は？え、待って、それ誰か切れないか。これ見たいな。いいから早く登ってこいよ。
ねえ俺も嫌な思い出しかないって。そうだ、ホムラ君これで前回死んでるから俺これで死んだんだよ。ペアル行ってこい。いやお前俺が行くじゃねえんかい。ちょっとね、だって俺前回クリアしたもん。じゃあユンちゃん、ユンちゃん行って、ユンちゃん行って。いやユンちゃん、いや待って、ユンちゃんは多分ね死ぬから一番手に行くわ僕。いやちょっとゼル君行ってきて。じゃあゼル君ダイヤ装備と鉄た盾だけ置いてって。あ、待って待って、食料も置いてって、全部置いてってねえお前何死ぬ予定なんだよゼルは。じゃあいいよ、これこれで、はいはい。あ、待って待って、はあの金のブーツも一応もらったんでだよ、ね、あ、弓も欲しい、弓も。はい、行くよ。大丈夫？わあ、マジで怖いわ。うわ怖い怖い。うわ、オッケーオッケーオッケー。あっぶねえ。 それ何？どうやって行ってんの？わかんない。これで、こっちにあるんだよ、見えない、エンドロッドが。エンドロッドがこっちにある。待って、マジで怖い、マジで怖い。ちょっと待って、これやばいな。頑張って。行くよ。うん、やばい！いや、ゼアル！これ！ゼアルくん！本当に死んでんじゃねえかよ！うわ！ちょっと待って！もう無理！ちょっと待って！ちょっと待って！もう終わったよ、ゼアルくん！いやいや、俺が行く。うわ！置いてって、全部置いてって！お前もう信用しろ！お前さ、お前、ちょっと待って、ユンちゃんが行ったら、ユンちゃん行ってきて！え？もう、ユンちゃん行ってきて！え？やだよ！全部置いてきて。全部置いてって、お前。ちゃんと返してよ、クリアするから！うん。よし、行きます。やばすぎかも。はい。うわ怖い。ね、怖い。なんかこっちも手震えてきたんやけど。ねえ、怖いって。やばい、ここはゼアル君が死んだとこだ、絶対。行け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 よ。はい、よくやった。やったー、よくやった。ねえ、やったー。まだクリアしてないから。ジャンプジャンプ、やった、来た、スライムのところ。早く行け、跳ねて、早く行け、危ねえから。あ、待って、こ、なに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 、びっくりした、お前な、何してんだ、お前戻った戻った、こっちの方が怖いって。お前な、お前急に行くの、びっくりした。え、おぉ行った、クリア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 じゃない、なんかある、なんかレバーがある。押して押して押して、はい、おぉよかった。ダイヤさんのダイヤ、ほんとだ、ダイヤモンドと再生のポーションゲットしてる。あ、でもダイヤモンドとかある、ダイヤ装備もめっちゃ入ってる。はい、戻ってこれた、戻ってこれた。ね、今回もさ、別にどうってことないところあるんじゃないの、もしかして。そういうことかな。ちょっとね、別の場所探してくるわ。うん。うわ、待って、広い。エンドゾーンが広い。ええー、先探したかったの。 あった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 、ナイス。壊しちゃうよ。壊せ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 、やった。え、古代都市の入り口が開いた。え、なんか、え、いつもなら終わってたよね、石像壊したら。待って、終わってた。入り口は座標マイナス2238154マイナス2500。ね、それ見つけたかも、それ入り口。え、どういうこと？え、一番最初になんか牢獄っぽいとこあるなって思ったけど、あれ入り口だったのかな。あ、何？すごいマガマガしい色してんだけど、これやっぱ、何これ。あ、これ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 、ここにあった。え、こういうの。あ、これ閉まってたんだけど、開いてる。待って、ユンちゃん来てからしよう。待って待って、見つけたかも。この、なんだ、白い、なんだ、黒い、早く来いよ。早くユンちゃん行くよ。行くぞ、ジャンピング、ゴー。よし、行くぞ。うー、危ねえ。これ何？え、古代都市。え、なんか古代都市の入り口って書いてあったよ。うー、なんだあのテレビみたいな大きいの。いや、これ普通によくあるじゃん、古代都市に。え、こっちじゃない？そっちかな。なんか横に何もなそうだしな。うん、なんか道みたいになってる。は？何あれ？え、何あれ？ゴリラ？いや。で、こっち見たよ。猛猿じゃないあれ？やばい！めっちゃ怒ってる。何あいつ？めっちゃ怒ってる。ねえ、なんか出たよ。ボス猿。ボス猿を倒せ。俺でっか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 。無理だよ、こんなの倒すの。やばい、なんかすげえの飛んできてるって。なんかスライム飛んできてる。あぶねえ。何いった、いった、いった。待って待って、ダメージ受けた、ダメージ受けた。気をつけて気をつけて。あ、でも意外と食らう。えいや待って、ねえねえ、猿召喚してきた。ほんと猿が。うわ猿、ちょっと待って。なになに、あれなに、あれなに、あれなに、雷の技使ったよ今。いやいやいや、危ない危ない、危ない、危ない危ない。待って、今必殺技みたいなガードできるかもしれない。これガードできんの。そう、見てて見てて、これいくよ。めっちゃ食らった。
ってねえじゃねえかお前。すげえ、ねえもう半分半分削ったよ。ほんとだ、お前めっちゃやってんじゃん。オッケーやった。痛い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 。いけ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 、くらえ。あ、いけるんじゃない。仲間が攻撃する。また来たまた来た。ちょ待って、くそめっちゃされ出てきた。やばい。でもあと3割切ってない。切ってる切ってる。くらえ。うわぁ、いった。もうちょいもうちょいもうちょい。頑張れ頑張れ。俺撃つ。いった。ちょ待って、死ぬ死ぬ死ぬ。いた。やばいやばい、死んじゃうかも。大丈夫、ナイスナイス。また出てきた。あ、やべえ、いやなくなっちゃった。え待って、ねえ、なんか体力回復してない？ここでまた回復してんじゃん。え、どういうこと？あー、めっちゃ痛い、やばい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 。ちょ、え、なんかさっきよりいっぱい出てきてんじゃん。めっちゃ出てる、めっちゃ出てきてる。早い。よし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 、ダイヤの斧めっちゃ強い。サンド、気をつけて。いった、サンド頑張れ。待って待って、こいつらヤバすぎる。ねえ、ちょっと待って、死ぬ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 。あー、え、あ、危ない、死んだかと思った。うわー、ユンちゃん、ユンちゃん、ちょっとユンちゃん死んだ。やばい、サンド、俺もちょっとヤバいかも。ちょ待って、こいつ逃げま、やばい、俺ごめん、本当にやばい。俺ちょっと飯食って、待って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 、ちょ、フルーツ食べる。倒す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 。あ、食えない。よっしゃー、倒した。ナイス、危ない、俺体力1しかなかった。おおお、倒した、よかった、勝ったぞー。ゆんちゃん最後の最後でちょっと死んじゃったけど、ということでね、無事にねこの猿ゲーム勝ち抜くことができました。よかったー。いやー、もうやばかった今回。ということで次のマイクラリレーはしんどじチャンネルのしんどじさんです。マイクラリレーのバトンを渡したいと思います。お願いします。ということで次はしんどじチャンネル、レッツゴー、レッツゴー、おー。